カウンタ数値が納得できない。それは、重い不快感だ。制御している人々に思い、加害は発生する。俺は雑魚だもの。反論できないし、したくもないとき、そこに奈落。勝てない、のは、だから、だが、ここから出ることも彼らはできない。何かの牢獄だ。ともかく、俺は雑魚だ。それは、神に喧嘩を売ることになり、人間は勝てないとしても、自滅的な事態を招いていく。まず神に負けを認めないと、雑魚の檻から出られない。売れてません。それを、粉飾して売れてるように見せるのは、神に仇する行為だ。自滅的な損害が、出る。損が出ている、ことを、ちゃんと認めないと、どんどんと状況が悪化する。それを助けることも、神が許さない。天は人の上に人を作らず、真理なのだろう。総合的には皆平等だ。前世の因縁はあるいは後世にも続くか。